ニコバル諸島の位置ニコバル諸島の地図ニコバル諸島は、ベンガル湾に浮かぶ22の島々からなる諸島。北方にあるアンダマン諸島と共に、インドの連邦直轄地域アンダマンニコバル諸島をなしている。主な島は、北からカールニコバル島、カモルタ島、南カウリ島、大ニコバル島、小ニコバル島など。 総面積は1841平方キロメートル、人口42026人。65%が先住民で、35%がインドやスリランカからの移民である。ニコバル諸島再占領のために派遣されてきた、英国軍人に敬礼する日本軍人1754年から1756年にかけて、デンマーク東インド会社によって、植民地化が試みられた。 その後は中断と再開を繰り返したが、マラリア感染などのため、1848年、植民地化は放棄された。その後1868年に、デンマークの領有権をイギリスが購入し、1869年には、英領インドの流刑地となった。第二次世界大戦中の1942年から1945年には、日本軍が占領した。 2004年12月26日に起こったスマトラ島沖地震で大きな被害を受けた。ニコバル諸島の存在はすでに7世紀の議場の報告に記されている。13世紀のマルコポーロによればニコベランと呼ばれていた。後から訪れたポルトガル宣教師はニクバルと名まって発音したことから今日のニコバルの名となった。島の沿岸にはサンゴ礁が発達している。 第2コバルトを除けば河川は見られず、住民の飲料水は雨水、湧き水に依存している。気候は1年中高温多湿の赤道海洋性気候で、気温は22から30度、年平均降水量は2500から3000ミリメートルで、冬の3ヶ月間を除いては、サイクロンの襲来に悩まされている。ジャングルを切り開いてのプランテーション農業が行われ、そこで栽培されるここやし、 タコの木、バナナは商品としても、島民の食料としても重要である。穀物はほとんど栽培されていない。他にコプラなどの木材、香辛料などが輸出されている。漁業も盛んで、住民はカヌーに乗って、2から3日の工程で漁を行うが、取れた魚介類のほとんどが島内で消費される。島民の家畜としては、ノブタンが重要で、ココヤシが飼料として与えられるため、 ここやシの輸出を圧迫している。人口42,026人。65%が先住民で、35%がインドやスリランカからの移民である。先住民のニコバル人は、オーストロアジア語族のニコバル諸語を話し、Y 戦色体、ハップログループ O1 ビット1系統が100%を占める。クマールイアリークロモソームエビデンスサグジェスッツ。 エコモンパトアーネルヘリテージオブアウストロエイジアティックポップやレシャンズ BMC エボリューショナリーバイオロジー2007 7時47分ドイ、10.1186 14712148747ありがとうございます